さあ今日も元気に別府にやってまいりました。ここは別府のアーケード街ソロパセオ銀座ですね。ちょっと今時間が16時ぐらいなんで、中途半端な時間なんで歩いてる人少ないですけど、ここのところ別府の街中が中国人とか台湾人と思われる外国人観光客の人がめちゃくちゃ多いんですよね。で、ソロパセオ銀座は、まあ飲食店も多いですし、まあそこそこに賑わってるんで問題ないんですけども、問題は、このソロパセオ銀座から南に伸びる、クスノキ銀天街なんですよね。こちらが悲惨な状況になってるんで、ちょっと歩いてみたいと思います。こちらがクスノキ銀天街です。ここは流れ川通りですね。流れ川通りから伸びる商店街というかアーケード街ですね。まず目に留まるのがこちらの海鮮井筒なんですけども、まあ今ちょっと営業時間外なんですけど、井筒はね、海鮮丼とか有名なんで、すごいお客さん入ってるんですよ、昼も夜も。だけれど問題はこの先ですね、もうシャッター街みたいになってしまってて、もうすごい錆びれちゃってるんですよね。歩いてる人はポツポツです。そしてこちらにいきなり現れるのがソープランドのピンクハウスなんですけど、このアーケード街に隣接する形でソープランドがあるっていうのはこれすごいですよね。前回別府の風俗街っていう動画撮った時にちょっとここを覗いたんですけど、その時は閉まってて、もう潰れたんちゃうかっていう風に喋ってたんですけど、全然やってましたね。たまたま営業時間外だったようです。で、こちらもなんか店っぽいところはあるんですけど、まあここなんかはもう完全に板で塞がれてしまっておりますし、こっちのここももうどうなんかな、やってんのかよくわからないですね。ここのバーカフェはやってるようです。これはヘアメイク、これもやってんのかな。そしてすぐそばにはマンションとかもあるんですよね。で、こちらは何かな、整体かな。で、こちらが秋葉通りなんですけども、ここにクスノキ銀天街ってなんか書いてありますね。秋葉通りも大きい通りなんですよね。交通量も多い。そして秋葉通りからこの先投げし通りまで続くんですけれども、まあ全車両乗り入れ禁止24時間ということなんで、車は入れないんですけど、まあ車どころか人も歩いてないような、そんな状況です。売り土地なんていうのもありますね。この辺も多分営業してないと思います。この辺歩いてる人っていうのはもう単なる通り道っていうことで歩いてるんだろうと思うんですよ。クスノキ銀天街に何か用事があって来るっていう人はいないと思うんです。あ、それからね、今年温泉祭りあるんですよね。この辺もなんか店っぽいものとかはありますけど、多分営業してないですね。で、この辺屋なんかはもう取り壊されたんでしょう。一部再開発みたいな感じされてるところもあると思います。あ、それからこれやな、この左手の更地なんですけれども、これ持ち主が誰かわからないっていうことで、大執行がなんかで解体されたとこですね。これ、ここがね、もう建物が倒壊しそうっていうことで危険なんで、なんとかしてくれっていうことでバリケードで近寄れないような感じにされてたんですけども、なんか所有者とその相続人がもう亡くなってるっていうことで、持ち主が誰かわからなかったみたいです。それを大執行で解体して今現在更地になったってことですね。
ちょっと前歩いた時はまだ工事中やったんで、つい最近さら地になったんだろうと思います。こういうね、持ち主が誰かわからないような、建物土地、これ他にもあるんじゃないのかなと思うんですよね。さあ、ということで、クスノキ銀天街の終点ですね。ここが投げし通りになるんですけども、クスノキ銀天街はここまでということになります。で、昔はね、もっと長かったらしいんで、この先にも伸びてたんかもしれないですけど、今はもうその面影ないですね。アーケードはここでもう切れてる感じになってます。で、これが今昼のクスノキ銀天街なんですけど、実はね、夜がもっとやばいんですよ。で、僕は別府から東別府駅までよく歩くんですけども、その途中にここ通るんですよね。そうするともう夜って明かりがほとんどなくて真っ暗なんですよ。で、もうなんかゴーストタウンみたいな、そんな状況になってるんで、これまた日が暮れたらね、もう一回ちょっと同じとこ歩いてみようと思います。さあ、ということで、時間が18時半なんですけど、そこそこ観光客の方いらっしゃいます。ソルパセオ銀座はどうでしょうか。そこそこいますね。18時半ですから、皆さん今から食事とか飲みに行ったりとかいう、そういう時間帯ですね。こうこうとお店の明かりが灯っております。こちら先日来ました夢倉庫ですね。さあ、それじゃあクスノキ銀天街はどんな状態でしょうか、行ってみましょう。この先がクスノキ銀天街なんですけど、雰囲気がもうガラッと変わりました。真っ暗です。流れ川通りは普通に車が走ってるんですよね。さあ、そしたらクスノキ銀天街、足を踏み入れてみましょう。さあ、そしたらクスノキ銀天街に足を踏み入れます。井筒はいっぱい入ってますね。これはでもちゃんと映ってんのかな。とにかくね、明かりがないんですよ。あれ、ピンクハウスも電気消えてますね。風俗店ってこれからじゃないんかな。いや、多分これ映像的に真っ暗やと思うんですよね。雰囲気がすごい怖いっすよ、ここ。歩いてる人はいるっちゃいるんですけどね。で、秋葉通りの方に出てきました。秋葉通りも車は走ってるんですよ。これどうですか、この先。めっちゃ独特な雰囲気。こっから先は誰も歩いてないぞ、やっぱり。これなんか怖ないっすか、ここ歩くの。なんか女の人の一人歩きとかちょっと怖い感じはするんですけどね。といっても治安が悪いとかそういうことではないんですけれどもね。おお、何や、センサーライトがついたけど。いや、開いてる店っていうのはもう一軒もないですね。一軒もない。いや、これ映像映ってないやろ。真っ暗やで。真っ暗なのはカメラの性能の問題もあるんですけどね。いやいやいや、このお店は開いてんのかな。こ
この辺まで来ると、こっちが東側が、まあ、建物がないんで、ちょっと明るい感じにはなりますけど。さあ、そして、くすのき銀天街の終点ですね。こちら、なげし通りまでやってきました。なげし通りもまあまあ、車は走ってるぐらいかな。いやいや、どうですかね、これ。まあ地元の方はちょっと何とかしたいっていう思いはあるんでしょうけど、なんかね、委員会ができたらしいんですよ。それでなんかこのくすのき銀天街を活性化させるようなことを、まあいろいろ話し合ったりとかはされてるみたいなんで、またなんかね、賑わいを取り戻すような、そんな感じになったらいいなと思いますね。いやいや、なかなか不気味な感じでした。